20時5分に鹿児島県の桜島で爆発的な噴火が発生をしました。その後20時50分に気象台の方から噴火警戒レベル5の避難といった形で情報が更新されております。噴火警戒レベル5というのは特別警報に当たるものとなりまして、この後も桜島の島内の一部では大きな噴石に対しての警戒が必要となります。今のカメラの画像をご覧ください。こちら気象庁のホームページで公開されているものですけれども、桜島を東側から捉えたものになります。引き続き山頂付近に噴煙らしきものが映っているんですけれども、こちらはですね、現在のウェザーニューズが設置をしました鹿児島の桜島を監視するためのレーダーの画像になります。でこの右側の図、こちらをご覧いただきたいんですけれども、20時5分ごろの爆発的噴火の直後はこの辺りに噴煙とみられる、影が、エコーが、映っております。一方現在はですね、このように、噴煙らしき形は見当たりません。噴煙の方は20時5分の後あまり長く続かず収まってきているものとみられます。このためですね、全体的に、桜島の火山活動活発な状況が続いているというよりはですね、20時以降の地震のデータなどを見ても、一旦こう落ち着いてきているということが言えます。ですので広い範囲に影響を及ぼすような大規模な噴火が切迫しているような状況ではないんですけれども、一方で桜島の島内は話が変わってきます。今現在レベル5と発表されているものは、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生あるいは切迫している状態にあるといった意味になるんですけれども、桜島の島内については噴火をしておりますこの南岳山頂火口、そこからこの今引いている赤い線が3キロのエリアになります。今回噴火警戒レベルの引き上げに伴いまして、この3キロ以内のところでは大きな噴石が飛ぶ可能性があるというふうに見られております。実際20時5分の爆発的噴火では山頂火口からおよそ 2.5 キロまで大きな噴石が到達したというふうに見られます。でこの3キロ以内でいきますと有村そしてふるさとの両地区が該当しております。こちらの方には現在避難指示も発表されております。引き続きこの噴火活動については警戒をするようにしてください。最新の火山情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。